アロンプラン、ヘブライ語、英語、アロンプランは、イスラエル国がヨルダンハシミテ王国に提示した、ロード分割交渉案である。1967年6月の第三次中東戦争の直後に、イスラエルの副首相イーガルアロンにより提唱された。アロンプランによる、分割緑ヨルダンに返還される、地域青イスラエルに併合される地域このプランは、 ヨルダン川西岸地区のパレスチナ人居住区の周囲をイスラエル領として覆い、ジェリコ回廊を隣国ヨルダンとつなげ、パレスチナとヨルダンの国家連合、または連邦制の発足を目指すものとしていた。ヨルダン渓谷にはイスラエル軍を配置して軍事的存在感を維持するものとしている。アロンの考えは、パレスチナの独立国家としての存在の抑止にあり、 当事者のパレスチナではなく、ヨルダンに分割統治を求めたものである。イスラエルは、ヨルダンの不正院一世に示したが、国家連合や連邦制を導入すると人口で劣るヨルダン国家が、パレスチナ国家にとって変わられ、ヨルダンではなくなってしまうという危惧から受け入れられなかった。また、2008年には、アブドゥッター二世は、ヨルダンはヨルダンであり、パレスチナはパレスチナである。 パレスチナの領土における独立国家の存在はパレスチナ人の権利であり、パレスチナ人が彼らの強度ではない大体地をそもそも受け入れることはないであろう。と述べて、ヨルダンにおける懸念を改めて表明し、イスラエルとパレスチナ間の二国環境議による解決を求めた。2013年12月、ジョン・ケリー米国務長官はこのプランに基づいた仲介を ベンヤミン・ネタニヤフ首相に申し出ている。1980年のアロンの死後、イスラエルはアロンプランで定めた境界線を大幅に上回るユダヤ人入植地を強行に進めている。ありがとうございます。